今日はお料理動画撮っていきたいと思います。でね、今日何作るかっていうと、お豆炊きます。お正月のね、黒豆。今年はですね、まあコロナとかのせいでぼっち正月デビューっていうことなので、おせち用意とか誰も用意してくれないのに、いつもならママが全部用意してくれるのに、今年は何もなしです。分かんない、もしかしたら何か送ってくれるかもしれないけど、まあということなので、今年は自分でお豆炊いてみたいと思いますね。今日は前準備、これね、前の夜、前の日の晩から水につけてちょっと戻さなくちゃいけないんですよね。なので今日はね、洗ってお水に浸すところまでやります。はい、じゃあ開けます。開ける、開けて、ちなみにこれ丹波の黒豆ですね。はい、じゃあこれに、じゃあこれ洗っていきます。ここに水、黒豆の倍量って書いてあったと思うんだよね。だいたい目分量です。感じに戻ったと思うので、今から煮ていきます。よいしょ。で、戻した後の豆こんな感じになってます。なんかすごい膨らんでるね。で、これを分厚い鍋に入れるって書いてあるんだけど、まあこれでいいでしょう。で、本当はこの一晩漬ける段階で少しお塩を入れるだ入れるちょっと良かったみたいなので、ちょっと塩かな、ちょっと遅いんだけど、この段階でちょっとだけ加えときます。よし。で、お豆はちょっとひたひたになるぐらいって書いてあったかな、だからちょっとお水足した方がいいかもね。私もお豆初めて炊いてるので、自分ではお母さんのお手伝いをしたことあるけどね、で初の試みです。このまま多分しばらく放置するんだね。どれぐらい時間かかるんだろう。すごい時間かかるのかな。じゃあその間に、調味料は今お塩ちょっと入れましたけど、あとはね、醤油とお砂糖です。で、醤油が小さじ1と、お砂糖が 175g。 ちなみにこれお豆の量が 150g で、だいたいカップ1カップぐらいですね。じゃあお砂糖を測ってきます。で、175ね。75って書いてあるけど、ちょっとこれぐらいにしとこうかな。今 163g。 つくついてきた。ちょっと火弱めようか。
一応落とし蓋をした方がいいみたいなので落とし蓋をしようか。で様子を見ながら水が少なくなったら適宜差し水します。とりあえずこのまま放置ですね。はい、じゃあおやつでも食べようかな。寒いな、寒い。はい、そしたらどうかな。これぐらいで仕事を外して、はい、今こんな感じ。だいたい全部で1時間半ぐらい煮たかな。で、ここからもう少し水飛ばしてきます。あとは蓋しないでね、煮詰める感じにしようか。うん、すごいいい匂いする。一個味見してみようか。すごい美味しい。このままでも十分美味しいかな。じゃあこれでもう少し水分が飛ぶまでこのまま煮詰めます。どれぐらいかな、20分くらいやってみようか。できてます。多分ね、もうこれくらいでいいんじゃないかな。ちょっと味見してみようか。ほら、こういう感じ。ちょっとシワが寄ってると思うんですけども、私はこのシワが寄ったお豆がちょっと好みで、ちょっとシワシワにしたかったので、これ大成功ですね。すごいいい感じにできてると思う。じゃあいただきます。うん、すごい美味しい。美味しい。これ最後に、はい、じゃあこんな感じにできました。味もね、すっごい美味しいです。これ私のお正月の、まあ、おせちですね。本当に美味しいな、これ、うん、作り方は適当だけどね、うん、そんな感じで今日のお豆作り動画これにて終了です。最後までご視聴くださりありがとうございました。